大吉チャンネル。皆さんこんばんは、大吉でございます。大吉と乾杯第3夜ということで、今日はちょっと撮ってみたいと思いますけども、まあ難しい話は抜きでちょっとね軽くお話ししたいと思うんですけど、今日は日本酒ですね。もう宝来さん、前のあの飛騨のドムって、あれはね飛騨のドムって言ったんだけど、あれではね、まあ、たまに私言う、さっちゃんって出てくるね、お話で出てくるんですけど、その人はね飛騨のあれですよ、ドムのことをねドベ美味しそうだね、あの白いのドベと言っておりましたけどね、ドベでありません。飛騨のドム、ドブロクみたいな感じでね、ドブロクとまたちょっと違うんですけど、飛騨のドブとドベではありません、先に言っときますけど、そこの会社の、ね、会社というのは酒蔵さんですね、宝来さん、そこの、小町桜、なんとここにね紙がついて特注品生々と生々ね、これ見えますかね、超限定、全部で3000本しか作ってないそうです。限定3000本。このお酒が、3000本のうちの、669番とロット番号が入っております。ね、こういうやつですけど、ちょっとね、もうすでに先ほど飲んだんですけど、とても飲みやすくて。美味しいです。この他に違うのもね、限定のあるんですけど、で1500本っていう、じゃあちょっと吟醸になってたんでね、私はあんまり吟醸っていうよりもこっちの方がいいんで、吟醸飲みすぎちゃうんでね、頭半分取れちゃうんで次の日こっちの方が飲みやすいです。では早速、冷えてるんでこれを、では皆さん乾杯。おー、いいね、いい感じでございます。今日は第3夜ということで、前回ね第2夜あれでね結構大変なことになりましてですね、ミスター新藤さんのところにね連絡が行って、まずくちゃん町の清美さんがおにぎりを作らなきゃダメだからっていうことでね張り切ってましたけど、その看護師の純子さんね、純子さんに絡まれた話をね、お酒飲んでね絡まれたんですね。それがまあスーさんね、みんな社長って言ってるスーさん、ね、スーさんも私と同じ目にあったっていう、それをね、話したらすぐね連絡が来て、もうねそのドクターが先に疑われたみたいでね言ったんでしょう、ね、でなんかスーさんのところに LINE が行って、物申したいことがあるというのでどうしたらいいって連絡が来ましてね、これ見なかったふりしてまだ開いてないんだけどさって、見なかったことにしてこれもね絶対俺内首になるって内首になっちゃうわって言うんでね、もう先生もねドクターも内首になっちゃうんじゃないかということでね、それでね、その前にですね、その私お話した看護師さんの鬼ヤンバからね、純子さんの子に連絡が行って、あんたで、ね、
すぐ言ったって言ってたけど、まだ言ってなかった、半年も言ってなかった、2ヶ月ぐらい後ぐらいにちゃんと言っといたからって言ったら嘘でしょって純子さんのところに連絡が行って言ったらしいですねバレるんだそういうことなんですけどね、あの純子さんもね、打ち首にする人は違いますからね、あの社長でもなくてドクターでもないんですよ。もうそう聞いたのね、何日かしてから聞いたんですよ、この方たち。私それで以前にね、お話聞いてますんでね、だから本当はね、そこは打ち首になる人は違うんです。打ち首になるのはね、あれ次の日にすぐ教えてくれた相葉さんです。もうそこを打ち首にしていただきたいと思いますね。相葉さんが楽しそうに教えてくれてました次の日そういうことなんですけどね、まあそういうことですぐねバーッと話が大騒ぎになってね、でついね、2、3日前ですかね、それこそさっき言ったあのね、飛騨のドベっていう、ね、言ったさっちゃんがね、もう以前にね言いたい放題かな、で東京のジリアナ東京っていうのをズリアナと、違うふうに覚えてた。でもつい最近ですね、それは違うことが発覚しましてですね、そのさっちゃん時代はゆっくり言ったらジュリアナと言えるんですね。それ普通に言ったらズリアナってことでね、本人はだからジュリアナと言ってるつもりですけどズリアナになっちゃう、これはね面白がってね、それを、ね、知ったのがその息子の、ゆうとくんとその奥さんね、みさちゃん、この人たちもね知らなくてね、本人は言ってるつもりで、でちょっと普通に言ったらズリアナになっちゃう、ジュリアナと本人は言ってるんですよ。ズリアナっていうこと、それが発覚しましてですね、このね嫁さんのミサちゃんがね、うわ面白がってね、さっちゃんに何回もそれを言わせてみんなで大笑いでもね、ダメですよそういうことしたらね本人真剣なんだから、私たちも笑っちゃいましたけどね、でもそういうことだったんですね、本人はね言ってるつもりなんですけど、ね、まあそういうことでジュリアナでもジュリアナでもいいですね、そういうことも発覚しておりましたけど、今日はね、大吉と乾杯第2夜2夜だから3夜、ね、まあそんなどうでもいいような話しておりますけどね、でもね意外とねこの、話してるやつこれはの方が好きだなっていう人たちが結構、ね、いましてですね、この間ですねこの気候に来てくれた方が、ね、どこって言ったらまず、まあこれはわからないかな、ね、北海道の滝川の方なんですけどね、名前は上にああって言ってんのかこれ言っちゃちょっと確認取れてもいいんで、ね、ああなんとかさってね、この方なんですけど、ちょっとこの間言っててね、私の言いたい放題って以前に言ってたね、何でもね人のことに、ね、人に対してこうしてやってる、こうしてあげてるのにとか、それはね良くない、そういう言い方をするやつは良くないやつだよという話しててね、やっぱりそれがね相手にとって、ね、相手が本当に望んでたのかという話ですよ。だからそう言ってる人 にはね、言ってる人はただの自己満足ですよ、ああしてるこうしてるってね言って、そういうこともありますよ、そういうことで、ね、言うんじゃないと思うんじゃないってことを前にね、そういう話をしてたのかね、あったんだけど、それをね、まあ、会社の同僚にそういうことをね、おばさんがいて、ああしてるこうしてるって言う、でもね私ね言ってやったんですよって、ね、
それは自己満足なんじゃないですか。みんなそうってして欲しかったんですか、そういう話をねしたらね、向こうは納得したって、納得してそうかもしれないよね。だからね、皆さんもね、いろいろ人のためにね、ああしてやってんのに、こうしてやってんのに、見返りは何もないかのようなね、そういう人いますからね、それだったらね、人間的に本当に良くないですね。やめましょうね、そういうのはね。やるならこっそり人に言わないですよ。ああしてあげてる、こうしてあげてる、こっそりやってればいいじゃないですか。本当にやりたいんであれば、ね、人として良くないです、そういうこと。あれしてやってる、これしてやってる、大概ね、性格悪い人、そういうこと言う人は。だからね、でもね、もっとそれよりももっと悪い人がいるんですよ。まあ、例えば会社でね、みんな集まるところにいつもね、こう花をちょっとね、こう例えばですよ、花を置いて、でいつもね、皆さんそれ見て、ああ花がこれ誰が置いてるんだろうね、でもいいねって、心はちょっとね和むねっていう感じであればね、そしてね、そのうちにそれが誰がやってるかなんてね、もう知らないふりしてればいいんですよ。やってみんながそれで、ああいい感じらんねえなんてね、でもそれをこうしてやってる、ああしてやってるってのはダメですよ。でそれよりもっと悪いのは、そういうお花をね、誰がやってるかって言ったら、陰でね、ちゃっと自分の点数ね、評価上げようって、点数よく思わせようと思って、嫌だな、あんなことしてねって、いやって陰で言うあなたたちの方がもっと人間的に悪いですから、そういう人いませんか、陰で。そういうこと本気でね、何もそういうことを思ってないでやってる人いるんですよ。そういうのね、自分じゃできないから、そんなあんなことしてね、嫌だねって、自分よく見られようと思ってねみたいなことを噂してる人いませんか、陰口言ってる、ね、そういうやつにはそんな気持ちさえない、だから一番悪いのはそういうことでね、人のことをあたこだ言う人たちですよ。最低ですからね、そういう人もしいたら、もし自分がそうだったらやめてくださいね。今日そんな難しい話しようと思ったわけじゃないけど、ちょっとね、そういうことがね、この間言われたんでね、言ってやりましたって言ってね、よかったねって、結構ね、そういう話が好きなんですよって、ね、でも自分もそこで溺れないように、その言葉で溺れないようにしてくださいね、自分も気をつけるってことが大事なんですよ、ね、まずは。でないとそういうこと上辺だけやってもね、すぐボロが出ますよ、ね、あ、これ飲みやすいな。いや、生々はいいね。特注品生とか、特注品生々、ね、いい感じですね、日本酒、これちょっとこれね、これそのさっき言った蓬莱さんのマスなんですけどね、でこれちょっとここに飲んでてくる、おしゃれ、ね、おしゃれの似合う大吉でございますね、最近でもね、あれですよ、気候のちょっと夏場だから新しくね、あの気候の服やる時の服をちょっと紺もね、洗濯が大変でね、間に合わなくなって新しいのをまた用意しましてね、それが今まで紺だったんですけど、今度ね、紺の他にやつの赤系の、えんじ系の赤の、そういうのをね、来てたらね、この間、あら赤似合いますね、新鮮ですね、そうですよ、おしゃれの大吉でございますから、ね、昔から赤似合うって言われてたんですよ、ここまで赤似合う人いないね、で俺さ、あの上も下も赤ね、バーッと着てたんですね。ちょっと危ない人のようにね、まだ20代の頃ですよ、ね、本当に赤似合ってて、それでススキの中行っちゃうからね、白い靴履いてね、誰も寄ってきませんそんなこともありました、ね、これうまいな、ちょっと積み足そう、
の話でもね、まあそういうことで、ね、第3夜今回はねちょっと短めに終わろうかと思ってるんですけどね、やっぱりね前回の第2夜はね1時間まあ半まではなかったけども、そのぐらいねちょっと長すぎますね、あれはね、なんかねあれですよ、ああいう話のはねラジオの代わりにずっと流して音を聞いてるといいって言ってる人もおりましたけどもね、で この間そう、あと話またちょっと違うんだけど、なんだあの古平の琴平神社の、お祭りね、であの猿田彦の日渡り、この間撮ってきたんですけども、私ねあんまりお祭りとか行かないんですけどね、あんまりお祭りも良くないし、人混みに入るのはコロナとかそういうことじゃないんですけどもね、良くなかったりするので、あまり入らない方が、いいんですね、普段神社に行かない人までも行くわけでしょ、あまり良くないということなんです、簡単な話、その辺は察していただきたいんだけど、まあねでも神社の外で、ね、あれそこ 緑公園ってね、神社のそばの、ね、公園で、まあそれでね、ちょっと撮影してみようと思って、実はあの猿田彦の日渡り私3回目ぐらいかな、それこそ小学生ぐらいの頃に2回ほど実は見てるんですね、私の、まあ、前も言ったと思うんだけど、じいさんばあさん、母親方のおじいさんばあさんがね古平町浜町っていうところに住んでおりましてですね、夏休みになるとねよく遊びに行って、で今日はねあの日渡りがあるから見に行こうって言ってる、2回ぐらい見に行って、もうすごいな、だからいつかこれをね撮影しに行きたいなと何年か前から言ってたんだけども、まあコロナが入っちゃったからね、お祭りもちょっと中止になったり、今年はねもう、まあ、タイミングもあるんですけどね、もう本当に1日か2日ぐらい前によし時間ができたから行こうということになりましてですね、行って撮りましたけどね、まあまあ猿田彦のこともよくわからない人もねおりましてですね、もう天狗という感じで、本物の猿田彦が天狗ってわけじゃないんですよ、昔の人はね、猿田彦って日本人じゃないんですね、やっぱりその、まあ、人種としては、まあ、あの白人系の、だからちょっと赤い顔があの赤い色の天狗の、でその鼻高い人なんて見たことないよね、外人さんの鼻高いで鼻高くて赤いから天狗さんってああいう感じにイメージがあんな感じだったんですね、猿田彦ね、でね猿田彦さんは皆さんご存知かどうか、大体みんな分かってると思うんだけど、天孫降臨でね、二人の御事が、この地上に降りてくる、人間の世界に降りてくるということで、その途中でね、現れたのが猿田彦で、その道先案内人ということで、ね、先頭に立って道先案内人になったと、いうことでね、猿田彦の前、道開きの神様っていうね、だから前をね、お祭りの時でも前を渡っちゃえらい怒られますからね、道を塞ぐということで良くないんですね、それで、まあ、また次回でもね、また細かいことは話しますけどね、その時一緒に降りてきたのが人間とか他にもね一緒に降りてきたの中に、雨の渦めの御事、ね、いて、で雨の渦めに、
お前あなたは誰ですかっていう聞いてこいということで、猿田彦という道先道を案内しますということでね、そういうやり取りが図面を通してあって、まあ最終的にねそれで、のにぎにぎうずめはこの猿田彦の、まあ一応話ではね お嫁さんにねなりいけっていうか、要するにそれ人間の感覚で身の回りのお世話をしてあげよう、それで行ったわけですからね、うずめのうずめ雨のうずめなのか、でそれでね、猿田彦のとこ行って、でその後、猿田彦 の女と書いて猿目と呼ばれるようになりましたね。まあ猿田彦神社はね、私何年か前にもね猿田彦神社行って、まあその中に猿目神社もあるんで行ってきたんですけどね、写真どこ行ったかな、 あると思うんだけど、もしあればここに貼っときますからね、貼っと貼るっていうの言うんですかこういうの違う、ここに出しておきますから、あればね、確かパソコンにあると思うんですけど、でね、ちょっとねこう角張った感じのイメージの神社なのね、ちょっとすごい面白いっていうか見応えのある神社でしたよ、まあ、あとまあでね、神社のこと言えばまだ話したけど、今日はあまり神社のことっていうかでもねまた次回ねいろいろ話しますけど、そういうことも、詳しくね話しますけど、 あと猿田彦の見た目、これねどこにも出てないんですよ、猿田彦本物を見た、神様見たことないとわからないと思うんですけど、猿田彦って天狗さん神子のようになってるんじゃないですか、神あんな長くないですかね、本物の猿田彦って、まあちょっと鼻が高いね外人さんので赤い赤ら顔っていうんですか、あれって髪意外と短いんですよ猿田彦でね、これ本物見たことないと言えないんですけど、髪がねこう短めなんだけども結構ねチリ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 とパーマみたいな、パンチパーマみたいな感じではないですけど、まあそれに近いような、でもこうチリ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 でして髪短いです猿田彦、これが猿田彦の髪型ですね、本物はね、まああとなんか次回また詳しく言いますからあと次回言いたいのはね、あれですね、伊勢神宮の下宮の豊受さんね、豊受の話しますから次回ね、でチャンネル登録だけしておかないと、毎週火曜日って決まってませんからね、豊受さんの話と、あとあれかな、原江戸の狼なんてまだ話したことないけどね、祝詞とかにね、大払いの時とか原江戸の神、狼っていうのは原江戸ね、そういう払う神様、五柱いるんですけど、ね、その辺のこともねお話しますね。あるじゃないですか、出雲大社、まあ行ったことない人だけど出雲大社に入ってったら右側にね払い社、必ずそこ行って、ね、罪汚れというものを払ってもらって、そこでそれから本当にね神社とか入ってくるんですけど、そこの払い戸の王家、その話もちょっとね、次回したいと思いますね、私のね汚れはねこれで払いますんでねでね、ミスター新藤さんがさ、この間天狗さんがだからなんか勘違いしてるんですね、天狗さん鼻高いんじゃなくて鼻が長いと勘違いしちゃってね、その動画見る前に私ショートでね、これ出ますよっていうやつ、新藤さんね、それを見るために鼻を自分で作ってそれをつけながら見ようとしたでね、家の人に聞いたらね、何を思ったのかね、もう使わなくなった古い掃除機のホースをここにつけてビヨーンと自分はそれが天狗だと思ってね、ホースをつけて、それでねご飯を食べる用意して、でね時間まで、
で始まったらね、それでご飯を食べながら鼻をつけてご飯を食べながらと思って、あのミスター新藤さんね、いいねつけの一番を取ろうとするんですよ、あれじゃない。だからもう本当に時間になったんです。いいねをつけたい、一番でつけたい、うん、でね、仮装までしてね、本当に鼻の中にそれゾウさんみたいになってたらしいですよ。なんかそれが天狗だと思ってね。そしたらね、そのご飯を食べようと思った時、その鼻が邪魔で食べれないことに気がついたらしいですね。でその鼻を外してる間に他の人に一番取られちゃうね。まあダメ、やらないでっていうような感じで、新藤さん焦ってたそうです、なんだってね、もうどういう発想してるのかよくわかんないです、新藤さんは、本当に。でね、この間ね、ちょっと話また次から次に変わってくんだけど、この間ね、新藤さんもね、あの今スマホ、昔ねガラケー、スマホの今持ってるもんだから、スマホでなんか大人のやらしいような卑猥なやつ見てんじゃないでしょうねって言ったらね、俺がね、社長ね、スーさんに教えてもらってのがあって、それを見てだからね、新藤さんに言うにはね、そういうね、そういうあの人はそういうビデオとかそういうエッチの神様だって言ってて、すごいね、エッチの神様になっちゃったから。だけどね、その新藤さんのね、だけどじいちゃん見るやつはね、全部ねモナリザがついてる、もうなんかね、最初みんな、うん、何モナリザって。新藤さん的にはね、モザイクのつもりなんですね。モナリザが全部モナリザついてるんです。もうね、ほっておきましょうあの人はね、まあでもありがたいですわ、一番をね、いいねをつけたいっていうことで、まあ見てくれてるから、ね。それで違う話をしようと思ったら、なんでここまで行っちゃったの、モナリザの話まで行っちゃって。今度ね、皆さんも使ってみてください、ああいうのこうバーッと違って、あれはモザイクじゃありません、モナリザっていう、ね、今度皆さんやってね、そういう言葉を使って流行らせてください、ね、モナリザ。よかったね、新藤さん。今度からみんな言ってくれるよ、モナリザ。もう何の話しようかと思って、余計な話しちゃってるな、今日は。今日もう危ないな、これ暴走しちゃうな。今日もね、編集カットしないしませんからね、これね。うん、でね、あの新藤さんがさ、昔ね、前、以前、ガラケー使ってて、でもスマホにしなきゃいけないっていうんでね。これはね、この一緒にいる相葉さんもそうなんですよ、ガラケー、ね、スマホなんてよくわかんないからって、ね、最初ね、あれですよ、ガラパゴス携帯のことをね、なんか勘違いしてるみたいでね、パラダイス携帯って相葉さん言ってましたからね。俺なんかまだパラダイス携帯だからね。ね、して iPhone のことをね、iPhone って呼んでましたからね爆笑ですね。書いてある上だった iPhone って、 iPhone じゃなくて iPhone ね、そういう話もありました。一応ね、こういうお話も言っとかないとね、相葉さんの名誉のためにねえ、本当にね、俺意外とさ、昔ですよ、新藤さんのところにちょっと弟子に入って、で弟子入りしたのがね、こういうことの弟子入りだったのかなと思ったりね、ちょっとはしてるんですけどねうん、だからなんか相葉さん的には、新藤さんが除霊に関してのことなんて詳しくのことは何も教えてもらってないらしいですからね。でもこういう雰囲気をね、多分ね、教わったんじゃないかと。どっちも変わんない、やがてね、相葉さんも新藤さんとかなるんじゃないか、
でも周りのさ、知ってる人たちが少しはね、新藤さんみたいくなんか振動化してるんですね。ちょっとなんとなくね、私もなんかね映っちゃって、それ風なところがみんな変わってっちゃうんですね。ああまあまあ、それでね、ここに多分ね、あの遊びに来てるね、お医者さんもね、ミスター X ドクターもね、なんかねミスター振動のなんていうのか、そういういいとこなんか悪いとこなんか少しは映ってるんじゃないか、もう完璧にね、そうなっておりますけどね。どうにかね、やっぱり私も口調とかなんかはね、だんだんね、あの新藤さんと話してるとそういう風になってきちゃうんですね。怖いですねこれね。でここによく飲みに来てくれる、女性の方がね、やっぱりね、あの新藤さんっぽくなってますね。危ないですあの人ねそういう感じですけど、まあでも人のこと、ね、そういうのって映っちゃうもんだからね。まあまあ、でも私も意外と関西、まあ、1週間ちょっと、まあ、10日ぐらい行ってれば私も自然と関西弁が映るね、ぎこちない関西弁ですけど、だって帰ってきたらそうなってますよ、私も意外とそういうの映るんですよそういうとこありませんかね。やっぱりね、いろんなあの日本のね、こう多分いろいろ私話しても北海道弁っていうか、あの言い方、ニュアンスっていうのか、あのなんていうんだこれは、イントネーションがね違うと思いますよね、だいぶね。ところなんかな、意外と、ただ北海道の人が、まあ、東京とか標準語というイントネーション、意外とねこっちで聞いてると逆に気持ち悪いですね。まあね、何か野菜育てようとか、こっちではね畑って言うんだけど、これ、ね、畑っていう言い方しますよね。家の周り、これ周りっていうんだけど、向こうの人は家の周り、これが標準語だって言うから、北海道からしたらちゃんちゃらおかしいでいいって、お前らの方がなまってるぜ、北海道の標準語、ね、って思っちゃうんですね。だからそういう聞き慣れないイントネーションがもう気持ち悪いですよ。ブルブルブルって来ちゃうんですね、本当にね。何それ気持ち悪いって思っちゃうんですね。なんかね、家の周りとかさ、なんか変な感じですね。なんか違和感あるんですね。まあ言ってる意味が分かるからまだね、いいようなもんでさ。私ね、これ言っちゃあれだけど、津軽とか、あとね、九州の、まあ、どことや、まあね、大体想像つく、ここの2か所はね、私、何を話してるのか全く分かりませんでした。日本語なのこれっていう、全然意味分かんなかったですね。まだ意外とさ、あの山形なんかね、意外と若い人でもね、まあ、また今はね、今は普通に、標準語に近い感じで、今の人たちはみんな話すると思いますけど、やっぱり年配の人なんかね、たまに話すると、あーひどいで、なまってるねって感じはあるんだけどね。一回ね、ここ私お店、今カラオケは一応セットはあるけど、今やってないんです、契約してないんで。以前ねカラオケちょっと置いてた時期があって、そしたらね、カラオケのねチャンネルがなんかこれ近所のやつとね混戦しちゃって、そのカラオケ屋さんのセットの仕方が悪かったんですね。ほんでね、使えなくなっちゃって、しばらく俺でなんかカラオケの職人屋さんの店長さんが、これから謝りにちょっとお詫びに伺いたいんですけど、で、ね、私ねがっつり怒ってやろうと思ってね、ほんでカラオケやりたいっていうかできなくて、何日間でね俺は怒んなきゃいけねえなと思って、
たらあのいやカラオケのねリースしてたあのお金を払ってるんで、でね来たんですよ。ドア開けてねいたら何か言ってやろうと思っていきなりね、ああマスターさんですか、この度は本当に申し訳ねえっすってこれ言われて、ねえ私の、ね、実家は、ね、であの送ってきて、稲庭にうどんをこれどうか食べてください、本当に今回申し訳ねえっす、これなんかバカにされてるような、でも本人すごい真面目に、でそうしたらねよく聞いたらね、つい最近山形から転勤になってきて店長になってき、たと。で北海道の人は申し訳ねえっすってこれ言われたら、この人本当に謝りに来てんのかな、そういうことありましたね。でももう普通にもう許してあげて、いや気をつけてねって、いう感じで怒る気にはならなくなりましたね、そんなことはありましたね。まあ、山形の人とか一緒に仕事したりするしたこともあるんですけどね、まあ結構若い人でもきついですなあれはそんな感じでございましたけどね、まあいろんな国じゃないや、いろんな、いやいや地域のね、私意外と中国の方と一緒に仕事、中国何人もさ周り全員中国で、私が一人ね日本で仕事を、ね、車に乗せて連れて行ったこともあるんですね。中国のあれですね、なんて言うんだろう、大学に来てるんですよ、大学に入って、だな頭いいんですね、大学ってもう30歳住んだりね、そういう人たちもね、頭のいい人、北大に来てた人たちがね、みんな来て一緒に仕事を連れて行ったんだけど、まあ英語もペラペラですよね。私その中国の方から少しちょっと英語教えてもらったりなんかしたぐらいですからね。まあそんでね、もう話してるとみんななんかちょっときつい感じにね、なんか喧嘩してるのかなと思っちゃうぐらいな感じでわーわーやってて、でそのうちの一人ね、その北大のね、30何歳かな、中国帰ったらもう出世バーンとするらしいんですけど、その方にね質問されたんですよね、聞いていいかということでね、まあ、日本語でですよ、日本語上手なんだから中国語英語できるね、で日本の寿司あるじゃないですか、寿司はあれはご飯ですか、お酒のつまみなんですか、あまり日本人は考えたことないけど、中国人にとってはちょっと不思議な、ご飯としても食べるし、お酒飲みながらもちょっとつまんだり、それがよくわからないらしいですね、寿司はご飯なんですか、お酒のつまみですかという聞かれて、だから私答えたのはね、まあ人それぞれで違うからねって、お腹空いてたらご飯として食べる、ちょっといっぱい飲みながら、そういうものなんですよ。もう一つ聞いていいですか、私は今日魚のタイを食べたい、タイ、ね、食べたいと思ってるんです、これ、ね、一匹ま、あのまんまのね OK ね、パン、それで買おうと思うんだけど、タイは値段が高いですか安いですか、俺ね答えてね、俺魚屋じゃねえから分かんねえなって、普段そのピケマンを食べることなんてないからちょっと分かんない、まあまあそこそこの値段はするとは思うけどもで答えておきましたけど、はあ、そうですか、でもねその人が言ってましたよね、日本に来て何が楽しみ、一週土曜日に1回ね、1週間に1回日本のビールを飲むのが楽しみ、札幌ビールだそうです、あれも本当に美味しい、中国のビールに比べたらあんなもんね、めちゃくちゃ中国のビールなんか飲まれたもんじゃない、あ
あれだけが一週間に一回楽しみなんですよって言ってましたね、ビールはね。で、まあ、中国も広いから海を見たことない、だから海と人もいっぱいいるんですよね。海だから海の魚を食べる、川の魚を食べるんですよ、ね、でその辺私たちその辺行って川で食べてって、もうね匂いがきつくて食べれないような魚もなんかいろんな工夫して食べるみたいでね、海の魚を食べたことない人たちが中国たくさんいるんですよ。海見て見たことない人もいるしね、そういうのいっぱい話を、ね、聞かされましたね。今日何の話でしょうかこの話どっからこんな話になったんでしょうかね。でね、この間そのさっき言ってた滝川から来てた気候に来てたね、方がねと話、気候やりながら話してね、私ねこのお店やってからもね、今もまあ一応会社としてはある残ってるんですけど、会社のやってましてね、会社の社長ですかね、一応ね今は全く活動はしてないんですけど、ちゃんと北海道知事の認可ももらって許可ももらってます、ちゃんとね、やってる。一時、まあ、建築絡みの美術イベント系っていうか、その辺難しいんですよね、すごくね、まあ、失業、労災とか 何かの保険かける時もね結構大変だったんですよね。まあそういうところの方がね揉めちゃって、この職業は何やったのかみたいなね、感じで、まあ、建築なねで中でやると、建物の外でやると建築、中でやるとそうじゃないっていう扱いがいろいろあったりね、美術系の。私ねイベントの会社ずっとやったんです。イベントっていうかね、まあコンサートとかステージ屋さんですねを会社やってたんです、ね。まあ私の、まあ、そういうね大道具さんとかね、そういう会社は北海道にもありますけど、当時ねそのそういう大道具の中に入るんだけど、照明とか高いタワー組んだりとか、上から照明のあれを吊ったりで、ワイヤーとかチェーンで吊ったりとか、そういうところがなくて、私の会社しかなくて、そういうのやってたもんだから、北海道の東北もなくて、結構私札幌から何人か連れて行ったり、東北のね野外のイベント、いろんなところね、JT スーパーサウンドとか、コメコメクラブとかね、そんなのの野外のステージのあれとセットを作りに、ね、行ったりしておりましたけども、北海道はそうですね、まあ8割方そういうのは私、やっておりましたね。だから会場としてはですね、今名前変わりましたけど、昔のねまこもないアイスアリーナ、今変わりましたよね、月サムのグリーンドーム、これも名前変わりましたけど、まあ、あとまこもないオープンスタジアムとか、あとキロロリゾートね、札幌ドーム、いろいろやりました、いろんなとこのやつ、まあ、道内のあれは、あちこち、だから私の会社だけで、何箇所もステージ夏になるとねでやっておりましたけども、まあね、そういう感じの仕事をしてましたよ、意外と。あとあれですね、テレビに関係の仕事も入ってきてたんでね、何回か鉄腕ダッシュの仕事も私何回かやってますからね、TOKIO ね、 TOKIO のメンバーを連れて私の実家にご飯食べに夜ねやっておりましたから行ったり、まあね、うちの母親にね呼ばれて、あれ何お前の友達かい、不良じゃねえのって言われたことあるんですから、
と違うってってね、髪ちょっと染めたりねした、あれ違う、あれジャニーズ TOKIO TOKIO、ってうちの母親がね、あーそう、なんか違うと思ったもんだって言われてね、そういうこともありましたね。だいろんなね、まあ 芸能人っていうか、ああいう人たちね、音楽ミュージック、まあ、まあ古い時はまあ安室ちゃんとかもね、スピードもやりましたね。スピードとか TRF とか、あの辺もね。でジャニーズ結構多くやってますね。キンキキッズね、スマップとかもね、その辺もステージ私行って作っておりましたね。だから意外と楽屋裏だったりね、あと札幌で言えば芸術の森とかね、グッドストックとか、私結構ねそのね、あの泉谷しげるさんとかね、一緒にちょっとなんかケータリングで、そばを食ったりとかね、松山千春さんとかね、あとバブルガムブラザーズね、あの方たちも結構私回数多いかな、そんな感じでしたけど、なんかやってましたよっていう話ですよ、ね、今度はもうちょっとなんか用意して違うもので、あのそういうのをあのまだ撮ってあるんで見せてあげたいと思うんですけどね、そんなことをやっておりました。今もねやれと言われば、ね、もう私も年ですからね、もうできないですね、まあそういうことがありましたよと。まあ、私の会社自体はね、まだ残ってるんですけどね、そういうこともやってる、何でもやってるでしょう結構ね。その間でも長い、私25の時に一番最初アルフィーのステージのやったのが最初かな、25の時にね。それからいろんなの始まったんですけどね、チェッカーズの北海道あの解散ラストコンサートの後のチェッカーズも私やりましたね、まあいろんな裏話もいっぱいありましたよ。芸能人あるあるとかねいろいろ知ってますけど、あまりね言えないからね言えないけども言える範囲でね、また今度ねもうなくなっちゃうこれ飲みすぎて、それがあるからね、そういうのもやってました。だからね、こうね、大吉と乾杯ね、私ね、アルコール入るとね、何の話するか分かりません。いろんな話しますんでね、いろいろ面白いことありましたよ。まあ、あの意外とあれですね、あの、どっかのホテルとか、ディナーショーとかね、演歌の人たちとかも私行ったりしてましたけどね。まああとテレビ関係、私スポーツ関係が多かったですね、北海道のマラソンとかスキージャンプとか、ね、あのテレビカメラのねああいうタワーを組んだりとか、あとあれですね、よさこいソーラン、最初のうち のステージ私作ってましたからね、もうよさこい最初から私やってますか、第1回目。あと、ライジングサン、ね、北海道のね、ライジングサンの1回目のステージから私作って、今はもう、やってないですけど、最初のもうずっと最初から、やってました。だから北海道ロックサーキットとかの、まあね、そういう延長でああいう、ライジングサンとかありましたからね、その頃からずっと全部私ステージ作ったステージですね、そんなのやってましたけど、あれ今何の話したんだ、ライジングさんとかねやってましたよというね、そういう話でしたね。まあいいね、こういう話飲んであんまり こそっとしか言えない話もね、こっそりここだけの話ということで、 YouTube で前回も言って YouTube でここだけの話っていうのはないやん、まあみんながみんな見るわけじゃないですかね、ほんの少しですからね、
チャンネル登録していただいている方もね、まあ、なんかチャンネル登録も増えたり減ったり増えたり減ったりで、ね、よくなんとなくね、それで怒ってる人いますもんね。1日に10人ぐらい増えて、で次の日になったら10人ぐらい減ってるって、ね、おいい加減に怒ってる人いましたね、誰とは言いませんけどね、そういう人いましたね、いやたくさんいるんですそういう人 ね、 そんなの仕方ないじゃないですか、みんな、ね、怒ったって。まあ私もね、チャンネル登録増えれば嬉しいですよ、ああありがたい。でもね、バッと減って、また減ってると、ああやっぱりなみたいなそんな感じはしますけどもね、ね、もう、まあこの大吉と乾杯が面白いって言ってくれてる人結構いるんでね、まあ、何言うか分かんない。私人にもね言ったことないこといっぱいありますからね、うん、私のね、仕事のことなんて、もう私ね意外とね建築20歳ぐらいの時かな、普通の家の頃大工さんの方に、そこのね、大工の棟梁っていうか、そこにね一人欲しいって言うんでね、私も若かったから、ね、で仕事覚えれるかな、それで建築の方のね、大工さんの方に入ったんだけど、なんて言ってその人と折り合いが悪くて、まあね、揉める、ね、揉める、だそれを見かねた会社がね拾ってくれたんですよ私のこと。それでもうやめるんだったらうちの会社直接来ないかって、でそこでね個人の会社だったもんだから、本当に建築のことを1からね1から10までっていうか、本当に基本となるものね、本当に教えてもらった。だからそこでね基礎を作る型枠大工さん、そっちの方でね、型枠をやるようにね、まあ、いや大工の方はだからあんまりそれっきりね、基礎を作る大工そっちの方を最初やって、でそれとやってこうちょっとこう立ってくると足場を作らなきゃ、その足場やったり、まあ、会社のねそういう全般の仕事をするようになったのが建築に入った私のね始まりで、で建築の方をやって足場とかもやったりいろいろね、その後、まあ、変わったりもしてたんですけど、私と出会った人がやっぱ飛び職の方でね、まあ気があって仲良くで一緒に足場とかなんかね、でその後私結構それで工事部長までな、会社のね、までなってやってたんだけど、そのうちにねいろいろと資格か建築 の、 その資格主任の何かやるの、あ、まあ、足場の免許し、ね、主任免許とかその他にまあ何でも今資格の時代だから私たくさん持ってるんですよね、免許ね、資格って言いますか建築の方のね、だから最後に、ね、私その飛び職絡みでそのステージの方のイベントとかもやって行ったんですよ、で高いとこ上がるってね、そういう才能する、だからそういうのはそのうちに私もね、あれですね、国家試験ですね、飛び職の国家試験だってね、飛びの、飛び技能検定国家試験ですね、まあ飛びの1級ですね、1級技能検定、国家試験で、それ私、持ってますんでね、飛び職の1級っていうのはね、この1級持ってないと大きな現場、まあ例えば学校だとかそういうね国の、とか市とかどうもそういうところにね入れないんでね、私1級持ってるんで、自分の会社始めた時もこれ1級持ってるんで一発で資格取れましたね、どうの、北海道知事の認可っていうんですか、持ってないできつい
なかなか難しい経験がどうだここだというよね。でもねひどいよね、その認可っていうんですか、その認可出すのに行政書士さんがね、でそのあれ見たんですけど書類ね、本当はだから資格あって何年間ね資格なしで無許可で営業してましたってのが書いてありましたもんね。無許可営業しておりました。それが実績になるんですね、あれね。あれはなんか矛盾するなと思ってたんだけど、そういうこと書いてましたけどね。その時そう思ったんですけどね。まあ、それでね、資格取れましてですね。資格っていうか、資格もたくさんあります。ね。まあ、それこそ、それこそ神社検定もね1級、あとは心理カウンセラー2級もね行ってんですけど、行ってもらってるんですけど、まあ私のねこの影響を受けて、みんながね、周りのみんなね神社検定みんな受けてるんですよね。面白い、3級今年も3級何かまあ落ちてる人もいても軽く見ちゃってる人もいるからね、まあざっと神話とか軽い勉強をしとけば3級は通れると思います。まあ初級もあるんですけど3級は通れると思いますね。まあ3級落ちてる人もいるんですけどごめんねちょっと、勉強しとけばもっと。私ね以前から古事記とか日本書紀とかそういうのね本当に読んでる人だからね、普通に3級ちょっと過去の問題集とかちょろっと見てそれで3級は受かりましたけどね、すぐね。まあでもね2級からやっぱりダウンと難しくなります。2級から、ね、その後1級になるともっと難しいです。これ舐めてかかると大変なことになりますね。今あれですね、でオンライン、ね、コロナになっちゃったから今ねオンラインでやってるんだけど、オンラインだったらカンニングできんじゃないかってね、まずみんなそれあるんですよ。でもねやったことないやつがそうって言うんですよ。カンニングねできませんオンラインだろうがなんだろうが、あのね時間ない、そんなの探してる暇ないです。やってたらもう間に合いません。だからオンラインだからカンニングできるんじゃないかっていうのは無理ですね、時間足りなくなります。100問あるんですけどね、だから1問にね1問につき40秒ぐらいのペースで答えていかないと、問題読んだりなんかしてるうちに、40秒になりますよ。だからそれからテキストをなんかこう見たり絶対無理、ね、それはできないですカンニングなんて。だから、ね、やったことない人がカンニングできるんじゃないかとか、そんな感じなんですけど、まあ無理ですね。もしたとえできたとしてもせいぜい1問ぐらいでしょ、でもね、だから無理ですねそれはね。まあそういうんでね、まあ、今回2級ね、私の知ってる方も2級買った人もおりますんでね、まあ3級買った人は来年2級ですね、1級は本当に難しいですよ、ドンと。今までの過去問を全部把握しておかないと、その他にテキストを読み込まないと難しいかもしれないですね、本当にそういうことなんでね。私もね、もうなんかね、ある程度年齢になってからこの勉強したり試験受けるといい刺激になりますね。もうボケ防止だと思って結構ね年配の人たちもやってるんでね、結構面白いと思いますよ。受かったら受かったでね、もうなんか嬉しいしね。私ね、来年からね、そうですね、書道の段を取ろうと思う。書道、ね、筆で。それをね、やろうと思います。
まあ段は無理でも何級かでも取りたい、書道ね、要は結構筆でね、書いたりするんですけどね、まあ、ちゃんと上手にもっときちっとね、自己流じゃなくてちゃんとしたの、覚えたいなと、こんなこと思っておりましたけどね。皆さんもね、もう年だからとかなんとかじゃなくて、頭を使ってちょっと活性化するつもりでいろんなことに挑戦してほしいですね。いろんな検定ありますね。いろんな検定あるんだね。いろんなこと、まあそれが何に役に立つかどうかっていうことは、まあそれ言ってたら何もやれないんでね。いろんなことちょっとね、いろんな面白いと思いますよ。そういうね、検定とか、なぜ私はね、ものすごい資格がものすごい持ってるんでね、だから持っててもね、今は建築の仕事のあれなんかいっぱい持ってるけど、まあ使うことないですよね、今はね。でもいっぱい持ってます。まあいろんなね、電気溶接、ガス溶接までね持ってるし、たくさんありますよ。まあね、でも面白いと思います。とにかくそういうことをね、人生の中で楽しんでいけたらよろしいかなと思いますね。まああれだな、大吉と乾杯くらい。もう飲んじゃってね、もうないもん、これ限定生々ね、ないからね。これね、少しって結構飲んじゃったんだけどね、ジャック・ダニエルね、これね、これもこうあんまり見たことないかもしれないけど、これね、すぐ飲みやすいけど、度数はね、以前の昔43度、今はないんだけど、昔と同じ43度です。材料はコーン、大麦、ライ麦ということでね、飲んだらジャック・ダニエルなんですけど、ちょっと違うんです。ちょっと大麦、ライ麦っぽい、どんなっぽいんだっていう話が、飲んでみないと、でも飲みやすいんです。でこれね、私ね、さっき、言ったの伊佐渡君にね、こんなの今日これ飲んでくる、うまいぞこれって、ね、どんなのって調べて、なんかネットで買ったらしくてね、これね、でここ飲みやすい、ね、ネットで買ったらしくて、ミスター X、ドクターと2人で3本ぐらいのこれ飲んだらしいですね。次の日ね、2人でね、本当に具合悪くなったそうです。ね、飲みすぎなんだってそれね、そういうことでございますけどもね。でね、スーさんと私とね、純子さんに絡まれて被害に遭ってね、でもう2人でね、被害者の会を作ろう、被害者の会でもう同盟を組んだんでね。でここの会長は誰だってことでね、ここの会長はやっぱりね、ドクターに、先生に頼まなきゃいけない、先生が会長で、で被害者の会、ね、もうすぐね、打ち首になる新しいメンバー、これさっきほど言ったんで、新しいメンバーも打ち首になると思います。ね、楽しみですね。純子さん、その人が犯人です。言ってきますけどね。それではね、皆さんね、あんまりお酒もね、飲みすぎないよ、ほどほどにしないといけませんからね。で、毎日もう暑い日が続いてます。ね、熱中症にならないように、本当気をつけてくださいね。水分補給、気をつけて。私もね、ちょっとね、もう、やばいなっていうか、あまり食欲も、夏バテってあんまりしたことないんだけど、さすがにね、なんかもうやっぱり湿気に弱いんですよ私ね。
あ、湿気取り象さんね、あの新藤さんに頼んで、こんなあの掃除機なので湿気取り象さんを頼んでね、本当に湿気弱いんでね、もうグダッとしちゃってるんですよね。あんまりなんか、食べたいっていう感じじゃないんですよね。まあね、本当に困っちゃいました。あの本当に気をつけてください皆さんね。あの家の中にいたって、うん、私家にクーラーないですから。これ店にクーラーあるけどね、だから家に帰りたくなくてここで飲んでおりましたぜ。でもね、うちは冷風扇っていうかね、水入れてね、その扇風機じゃなくて冷風扇、まあ扇風機みたいもんだけど、ちょっと温度がちょっと違うんだけど、それをね3台フルで回してますけどね。あんたってこれ 何年前だ、冷風扇買ってね、でね、で通販で買って、あの届いたその日から温度気温が下がりまして、ね、寒くなりまして、そこからずっと寒い。だからしばらくその後使ってなかったんですよ。もうね、やっと今になってね使ってるんですけど、なんかね、そんなタイミングの悪い大吉でございましたけど、さっきからもう終わろうとしてるんですけど、終わろうとしてね、1時間5分か1時間以内で収めようと思ったんですけど、ダメですねこれね。まあいろいろと、だからいろんな話、神社のこともそうですけど、神様のこともそう。あのね、神様はね、あのことに関してはですね、それ実際にそこに、ね、で見たりいなかったりしないとわからないことをお話ししますから、ね、日本書紀や古事記ね、本当に不動記であったり、そんなの一切載って、そんな書かれておりませんけどもね、それは私の記憶と、新藤さんの記憶と、ね、それでお話しする、してることいっぱいありますんで、まあ、そういうのとかね、私の、ね、お友達で、芸能人おりますからね、いっぱいね。でも、そのぐらいでないところ、こういうね、ライブバーなんてやっておられないですよ。こういうのをやったらね、すぐ潰されます。圧がね、かかるんで。だから、いろんな人たちが知ってて、こういうことやってるんでね。知らないでしょ、そういうね、芸能界のね、裏側もね、いっぱい知ってますよ。テレビのね、いろんな、まあ言いたいこといっぱい、いや言っちゃいいのが今さらもういいかなと思ってるね、いろいろ、でボツになった CM とかね、これはさすがにボツになってまずいだろう、ボツになったやつとかも知ってるんでね、面白いですよ。まあそういう話もねしていきたいと思います、ね。今日のところはね、このジャックダニエルこれから飲んだらまだ長くなっちゃうんで、もう3時間2時間ぐらいは話することになっちゃいますんで、今日はこの日本酒もなくなる、あもうちょっとあるわ、日本酒もなくなったということでね、あ飲んじゃってるもんだめだこれ、あったわまだ。そういう今日もノーカットだぞこれ大変、このあとね誰がどうなって揉めても知りません、誰が言ったとか言わないとかね。最近新藤さんプール行ってるらしいからね勝手にね次の日のね、お弁当の予約をしてきてしまってるらしいんだけどね、まあまあいいわ。でもね、新藤さんもね、楽しんでる、毎日、毎日。好き勝手なこと言ってるよ。周りの人がみんな嫌になっちゃうけど、でもみんななんかね、憎めないよってね。やっぱりね、そういうじいさんにもなったほうがない。やっぱ年取ったらさ、憎まれ
ったら嫌だよね。いや、あんなに性格の悪いじじいとかババアとかって言われる。いや、あのじいちゃんとかばあちゃん、かわいい、ちょっとかわいいよねって言われるじいちゃんばあちゃんを目指しましょう。ね。何を目指してるんだって話だけども。そういうことよ。年取ってからね、人に嫌われるときついぜ、それは。常にね、いい人ぶってもいいやね。あの人はいい人だねって言われたいね。難しいんだ、でもね、これはね。でも自分のことばっかり人に押し付けたらダメよ。それは誰からも嫌がられるよ、自分の都合で。時には人のね、わがままにも付き合うこと大事なんです。ね。ね、人の陰口、悪口は言わない、ね。言うなら本人いる前で言ったら面白いと思う。その方がいいと思う。ね。だからもう本当に、新藤さんなんかね、いる前で私でも言うからね。だから、それがいいのかな、そういうのが。でもそういう生き方っていろいろね、人それぞれ様々ですけども、皆さんね、本当に若い人もね、決して人のことなんか、自分のことを棚に上げて人のことなんか言えないからね、そういう人が多すぎる。いろいろと人の振り見て我が振り直せって言うけど、直せてないな、みんなな、こういうこと言いながらもね、私もね、自分で言いながら自分に気をつけないかな、私も気をつけよう。そのためにね、言って偉そうに言うために言ってんじゃないですよ。こう言いつつも言った以上は自分も気をつけなきゃならないから言ってるんだってね。でなかったらこんなこと言いませんよ。難しいことなんて自分でも難しいから。大吉と乾杯は第3夜ね、こんなもんすわ、ね、いやこれでも1時間以上話してるんですよ。いやこれ本気になって話したらね、何時間話するんだということですね。でも何にもためにならんことをお話ししてしまってますけど、こんな話付き合ってくださいよ、ね、だからあれでブルームーンでお客さん大募集してますから、あのね、募集してますからね、本当にぜひ参加してください。あのね、来るならね、一人で来て構いませんから、誰も誘う相手いないとか、意外とね、誰か誘うと難しいんですよ。相手の人がもう帰るわって言ったら、まだ本人いたいんだけど、相手に合わせていなきゃいけなかったり、相手に振り回されるということで、だからここに来る人は一人で来る人が多いんです。で自分が帰りたくなったらもう、そうそう帰るね、人に合わせるっていうのは辛いですね。せっかく楽しんで飲んでるところに人に合わせるっていうのは厳しかったりするんでね。だから誰かがいたら話できないこともたくさんありますからね、来るなら一人で一対一で行きましょうよ。勝負だね、一対一で。それでは第3回3夜ね、終わりにしたいと思います。また近いうちに第4夜っていうのは言いづらいけど、まだもうちょっとまた違うことね、さっき言ってちらっと言ったんだけど、そういうことも、ね、お話ししたいと思います。今日はね、そういうことで、いや長いな今日もな。大吉と乾杯第3夜、お客様大募集中でございます。ぜひね、楽しくお話できればいいかと思います。それでは皆様お待ちしておりますので、ありがとうございました。